どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、紹介させていただいた JRE バンク JR 東の方のですね、サービスが発表になりましたよね。こちらの申し込みがとうとう開始になりましたので、本日はこちらの申し込み実演でね、やっていきたいのと、またね、新規講座解説のね、キャンペーンも開始になりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 はい、ということで、先日ね、非常に話題になりました。こちらの動画でね、解説させていただいておりますけどもえ、JR 東日本のですね、ネットバンクサービスね、新指導ということで、こちらね、まあ簡単に言うとですね、あの、銀行口座を解説しといていただいて、まあ50万円入れといていただければですね、いくつかね、サービスが受けられるっていうふうになりまして、またね、条件をちょっとね、達成していただくと、まあさらにね、お得に利用することができるということで、JR 東日本管内にね、住んでいる方に関してはですね、かなりね、お得に 利用することができるのではないのかななんていう風に思いまして、まあ、私はね最初どうしようかなと思ってたんですけども、まあ、50万円銀行に入れとくだけであればですね、こちらねあの利用してね見るのもねいいのではないかということで、え今回ね私も口座解説ねしていきたいなと思いますので、ここら辺のね実演とまたね新規口座解説のキャンペーンもねえ見ていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。はいということでこちらね前回プレスリリースが出た2020年4月9日の、ね。 記事になるわけなんですけども JR 東日本グループブランドの金融サービスで心豊かな毎日をということでネットバンクサービスが新指導がね発表されましたよね。 ま、JR 東日本のね、銀行サービスが始まるということで、JR 東日本はですね、こういったね、JRE ポイント経済圏みたいなね、こういったことをまあ目指していく。ま、あその一環でね、今回銀行サービスをね、開始になるっていうところで、このね、JRB バンクね、利用していただくと、こういったね、JRE バンクの優待券の割引券がもらえたり、どこかにビューのね、2000ポイント割引クーポンがもらえたり、モバイルスイカの追加グリーン券がもらえたりね、するんですよね。で、またね、JR 東日本 東日本グループということでまあホテルとかねレストランとかニューデイズっていうコンビニとかでねクーポンが利用することができたりまたねこの駅のね atm の引き出しがねあの無制限で利用することができたりねまあこういったね特典が利用することができるっていうところなんですよねまたね先日動画解説させていただいた時に口座解説のキャンペーンをねやりますよということでこれがね今回発表されましたで一応ねおさらいねしておきたいなと思うんですけどもまず一つ目ですね jre バンク優待券割引券プレゼント ということで割引券一枚で jr 東日本営業路線内の片道運賃及び片道料金4割引券ですねこちらが年間2回の判定で最大10枚がねもらいますでこちらの 判定がですね、2024年に関しては8月12月っていう風になっておりまして、来年の2025年度に関しては6月の12月っていうふうになります。こちらね、今年と来年で異なっておりますんで、この点ご注意ください。で、もらう判定条件なんですけども、資産段階が50万円以上の方で、ビューカードのご利用代金引き落としが入っていれば1枚、給与の受け取りが入っていれば2枚、両方とも達成していただくと3枚、300万円以上入れといていただいて、ビューカードのご利用代金 引き落としがあれば2枚給与の受け取りをしていただくと3枚合計5枚がね獲得することができますこのビューカードのご利用代金引き落としっていうのはこのねビューカードのクレジットカードの引き落としですよね このね、ポイカツ知っている方はね、結構有名なこのクレジットカードなんですけども、まあ、ビッグカメラスイカカードね。このビッグカメラスイカカードはですね、年会費がですね、年1回利用していただければ、無料で維持することができる珍しいカードということで、非常に有名なんですよね。で、またね、モバイルスイカにチャージしていただくと、まあ、1.5%還元ね、取れるということで、まあ、結構有名なクレジットカードなんですけども、こういったカードであったり、まあ、またね、ゴールドカードであればですね、ポイントインカムね、経由していただければ、 1> 1万1000が取れてこちらね、ゴールドカードだとね、年会費1万1000なんですけども、まあこちら経由していただければね。 実質無料で発見することができて、新規入会キャンペーンとかもね、利用することができますので、まあこちらもね、いいのかな、なんていうところなんですけども、まあこういったね、ビューカードの、えー、引き落としをね、入れていただくと、こちらがね、もらえるっていう感じですね。で、300万円以上ね、入れておかなきゃいけないので、結構上の方はね、ハードル高いんですけども、まあ50万円以上入れていただいて、ビューカードのね、引き落としをしていただければですね、1枚取れるっていうふうになりますんで、これもね、結構いいですよね。で、次にどこかリビューン、えー、2000ポイント割引く ということで、えー、こちらね、判定タイミングが、えー、こちらもね、今年と来年とね、えー、分かれておりますので、ご注意ください。今年に関しては、えー、8月っていう風になりますんで、あとね、3ヶ月ぐらいで判定タイミングが来る感じですね。で、判定の条件が、資産残高50万円以上入れといていただいて、ビューカードの ご利用代金の引き落としですね。こちら先ほど言ったビューカードの引き落としがあれば、えー、1枚もらえるっていう風になりますんで、まあ、こっちのカードを持っていただいてね、引き落としさえしていただければですね、こちらね、えー、もらえちゃうっていう風になりますんで、これもいいですよね。で、またね、給与の受け取りをしていただくと、えー、2枚、合計3枚がもらえます。まあ、この給与の受け取りに関してはね、簡単にね、変えられる会社だったらね、おすすめなんですけれども、まあ、私みたいにですね、個人事業主だとね、こういったのはね、あの、取ることができませんので、会社員の方で簡単にね、変えられる 方はで、すすねね非常におすすめです、ね、で3つ目がですね、えモバイルスイカ限定スイカグリーン券プレゼントということで、こちらが非常に話題になりましたよね。というのも、資産残高が50万円以上でもらえちゃうんですよね。しかも4回もらえるということで、50万円入れて放置しといていただければ、こちら4枚もらえちゃうっていう風になりますんで、 これはね、非常にいいですよね。で、ちょっと判定タイミング言いませんでしたけども、今年に関しては8月、10月、12月、3月、来年に関しては6月、9月、12月、3月ということで、これもね、今年と来年ちょっと判定タイミング違うので、まあこちらね、注意していただきたいなっていうところなんですけども、50万円入れて放置しておけば、このグリーン券がね、スイカグリーン券ね、年間4枚もらえちゃうっていう風になりますんで、 これがね、結構強いですよね。で、ちょっとね、言い忘れましたけれども、えー、どこかにビューは年間4回判定で最大12枚ですね。まあ、1回でも達成していただければですね、結構な枚数ね、もらえるっていうふうになりますんで、この特典がね、やはりめちゃくちゃ強いですよね。で、それ以外にも JR 東日本グループの特典がね、あの、利用することができるっていうふうになりまして、またね、18歳から24歳以下の方はさらにお得にね、利用することができるっていう感じですよね。まあ、このニューデ入ツとかね、結構 いろんなところにねコンビニありますけどもここでもねクーポンがもらえたりしますので結構良さそうですよねまあ、こういった感じでですね利用することができるということで、えー、話題に、ね、なったわけなんですけどもこのねモバイルスイカグリーン券だけねちょっと注意が必要で まあ、こちらね、前回も言いましたんで、私の動画の視聴者の方はね、皆さんわかってると思うんですけれども、このモバイルスイカグリーン券っていうのはですね、これ JRE ポイントの交換画面なんですけれども、このね、路線のグリーン車しか使えないグリーン券なんですよね。ですので、特急急行新幹線のごグリーン券はご利用になれませんということで、これだけご注意ください。あの、普通の新幹線のね、あの、グリーン車に、あの、アップグレードできる券ではございませんので、このね、あの、走ってる路線のグリーン車がね、利用すること がでできるとということでまあ、私はね、最初どうしようかなとか思ってたんですけども、まあ、成田空港からの帰りにちょっとグリーン車で横浜までね、出るみたいな、まあ、そんな使い方もちょっといいかなと思い直しまして、今回ね、発見しようかなっていうところで、 えー、講座解説をね、決めたっていう感じなんですよね。まあ、このね、管轄内でね、利用できる方はですね、こちらね、50万円以上入れて放置するだけでね、取れるっていう風になりますんで、これがね、やはりいいですよね。で、またですね、こちら駅のね、ビューアルってっていうね、あの ATM にか、なんですけれども、現金引き出しのね、手数料が回数無制限でえ、無料なんですよね。これが強いですよね。まあ、このね、 あの、駅のね、ATM、私は会社員時代ね、よく使ってましたよって話をさせていただいたんですけれども、まあ、やはりね、駅使っている方でね、現金引き出したいっていう方はね、これが無制限で、会員ランクが低くても、無料で利用することができるっていうね、かなり強いポイントですよね。まあ、ちょっと弱点としては、ちょっとね、他銀への振り込み回数がね、一番上のスーパービップであっても、月3回までしかね、利用することができませんので、まあ、ここはちょっとね、弱いかな、なんていうふうに思うんですけれども、やはりここが強いんでね、これを目的で発行して、 ていただくっていうのもまあいいのではないのかなと思いますまあ昔よりね現金使う機会はね減りましたけどもまあなかのタイミングでねやはり現金必要な時ってねやっぱりありますもんね会社でね電車通勤されている方はですね結構良さそうですよねまあこういった感じの特典になりまして今回ね新規入会でキャンペーンが開始になりました jre バンク口座開設キャンペーンということで期間内口座解説申し各種条件達成で jre ポイントプレゼントということで最大 6000ポイントをね獲得することができるんですよねこれいいですよねで条件なんですけどもまず一つ目が3万円以上の資産残高で3万ポイントでまたね JRE バンク口座でビューカードのご利用代金引き落としで1000ポイント ま、これは先ほどね、あの言ってたビューカードのやつですね。で、またね、給与、賞与、年金振込で2000ポイントということで、まあ、こちら合計で6000ポイントがね、もらえちゃうっていう風になるんですよね。まあ、銀行口座の開設のキャンペーンで、これだけポイントがもらえるのであれば、まあ、かなりいいのではないかと思うのと、またね、こちらの特典もね、先ほど紹介したのもありますので、これはね、JR 東日本利用される方はね、かなりいいのではないのかなと、 思います。で、下の方にね、エントリーと、また、講座解説のね、えー、手順がね、記載されておりますので、まあ、こちらね、一緒に、えー、やっていきたいなぁと思います。で、一応条件をね、細かく見ていきたいなぁと思うんですけども、まず一つ目ですね、3万円以上の資産残高で3000ポイントプレゼントということで、条件達成期間の最終日終了時点でお預かり資産が 3万円以上で漏れなく3000ポイントですね。で、この条件達成の最終日時点においてっていう風になりますんで、講座解説が第1期、第2期、第3期分かれているんですね。で、5月9日から9月30日。まあ、こちらの日でこの日にポイント付与っていうところですね。ですので、まあ、3万円以上入れといていただいて、3万円を切らないようにね、しといていただければっていうところですね。まあ、ほとんどの方はですね、50万円突っ込むと思いますんで、 こちらですよね。ビューカードのご利用代金引き落としとか設定して50万円を下回らないようにしておくのがね、重要なポイントっていう感じですかね。で、二つ目です。JRE バンク講座でビューカードのご利用代金引き落としで1000ポイントプレゼントということで、期間中 JRE バンク講座でビューカードのご利用代金引き落としで条件に漏れなく1000ポイントプレゼントということで、まあこちらね、先ほど紹介したビューカードのね、引き落としをこの JRE バンクに指定していただければ、1000ポイントがね、もらえ、 るっていう感じですね。で、こちらの期間が、あ、こちらの期間もすべて一緒なんですね。はい、期間はすべて一緒で、口座申し込み期間が5月9日から30日だと第1期みたいな。で、7月3 1日から10月31日だと第2期、えー。11月1日から、えー、来年の4月30日だと第3期みたいな。まあ、こういった感じになるんですね。まあ、今申し込んだ方はここに該当すると思いますので、まあ、9月30日までにですね、ビューカードの引き落としだったり、3万以上の残高ね、入れといていただく感じですね。 で、3つ目ですね。給与、賞与、年金振込で2000ポイントということで、期間中に、給与、賞与、年金振込で条件さんれなく2000ポイントプレゼントということで、まあ、これがね、この期間にあれば、2000ポイントもらえちゃうっていうところですね。すべてのポイントは、この期間に発行された方は10月末にね、ポイント付与されるっていうところですね。 で、スケジュールイメージがね、一応書いてありますね。えー、5月9日から、えー、6月30日、第1期にね、口座開設された方条件2ですね。こちらカードの引き落としが6月4日、7月4日、8月5日、9月4日。まあ、これがね、条件になるっていうところですね。条件1に関しては入金しておくだけなんで、9月30日末時で、まあ、3万円以上あればポイントが獲得できる。で、3つ目ですね。給与、商与、年金振り込みがこの期間にあれば、まあ、ポイント獲得という感じになりますね。 まあ、ほとんどの方はね、50万円もしくは300万円突っ込む方がほとんどだと思いますので、まあ、このね、引き落としでね、それを下回らないようにね、していただければなぁと思います。で、一応ね、キャンペーンの詳細がね、記載されておりまして、共通条件がだけね、一応ありますので、ここだけ見ておきましょう。以下の条件をすべて満たすことということで、各条件の満たす順番は問いません。まず、一つ目に、講座開設 各えー、一つ目に各口座開設期間に JRE Bank を口座開設を完了すること。 え、条件2ですね。各条件達成期間に JRE ポイントリンク登録を完了すること。え、贈呈申定日までに JRE ポイントリンク登録を解除した場合は、特典贈呈の対象外となる可能性がございますということで、これだけね、注意してください。まあ、それ以外ね、今話した内容になってると思いますので、え、実際ね、申し込みやっていきたいなと思います。 で、申し込みは JRE バンクアプリ、またはスマートフォンウェブサイトから講座解説を申し込みくださいということで、ちょっとね、こちらでやっていきたいなと思います。 それではね、実際に実演やっていきたいなと思うんですけれども、まあ銀行講座解説するだけなんでね、そんな難しくないと思うんですけれども、こちら概要欄に載せておきますんで、このままね、やってください。ということで、講座解説ですね、右上の方で講座解説、簡単講座解説、3分で申し込み完了ということで、講座解説はこちらからやっていきたいなと思います。ということで、クリックすると、まずね、個人情報をね、入れていただきます。 ではね、個人情報が入力終わりましたら、次へをクリックいたします。で、次のページに行くと、申し込みカードということで、デビットカード付きのキャッシュカードがね、届くみたいですね。こちら還元率とかね、前回やりましたけども、あ、こちらに記載ありますね。20歳以上の方は1000円の利用で2ポイントということで、こちらはまあデビットカードなんでね、還元率はそんな高くないですね。国際ブランドは JCB っていうふうになります。で、講座の目的とかをね、入れていきましょう。 下の方に行くとね、関連サービスのご案内、楽天銀行ととかね、あるんですね。まあこれはね、最初登録するになってるんで、登録ね、外しておきましょう。で、JRE バンクの紹介コードをお持ちの方はえ、こちらからご入力くださいということで、えこちらね、ちょっとあるのかなもしあったらね、ここら辺と概要欄に載せておきますんで、こちらはね、ちょっと私は持ってね、そのままね、行きたいと思います。 では、反社の、反社社会的勢力に関する表明を同意させていただいて、次へですね。で、こちらで本人確認書にですね、私はね、免許書で行きたいと思います。なんかマイナンバーもね、できるんですけども、こういうのなんかね、マイナンバー読みづらくないですか私いつもね、あの、マイナンバーでやろうとして、あーってなってね、免許書でやることが多いです。では、提出方法が、配達員に提示すると、JRE ーバンクアプリで提出するがあるみたいなんで、JRE ーバンクアプリでね、提出いたしましょうかね。 で、下の方にデビット用暗証番号を入れていただきます。で、次の画面でね、確認画面が入りまして、このね、あの、規定を同意して申し込むの下にね、メルマガとかのね、受信がありますので、まあ、これね、外したい方はね、外しておきましょう。で、これでね、申し込み完了ですね、お客様の登録番号とかね、表示されております。で、本人確認をね、しなきゃいけないんで、このままね、アプリダウンロードしちゃいましょう。 ではね、JRE バン n k アプリをダウンロードしましたので、開いていきます。そうすると、本人確認書類の送付ですね。あ、これがあれですね。 はい、ということで、え、あれからですね、メールがね、来ているはずだったんですけども、メールが来なくてですね、もうね、30分以上来なくて、ちょっと落ちてんのかな、なんていうふうに思ってたんですけども、やっとね、メールが飛んできました。ということで、今ね、画像に映ってると思うんですけども、JRE ーバンクデビットお申し込み受付。こちらは、え銀行口座をこう解説すると、まあ、デビットカードが来ますよということで、こちらの申し込みと、JRE ーバンクお申し込み完了のね、メールが来ております。で、こちらにね、え開いていただくと、え登録番号とかね、 アクセスキーがね出ておりますので、まあ、こちらをですねアプリの方に入力して本人確認ね行っていきますということでやっていきましょうでは私はね口座解説の申し込みが済んでますんで本人確認の書類の送付ですね で、こちらをクリックすると、登録番号、アクセスキ、えー、生年月日ですね。こちらをね、入れていきます。はい、入れたらですね、次へを押していただきます。そうするとですね、私は免許証を選びましたので、免許証のね、えー、有効期限内の書類を用意してくださいということで、えー、こちらでね、えー、確認を押して、次へをクリックしていただきます。はい、ということで、えー、提出はね、いつものやつですね、えー、やっていきましょう。で、これでね、写真撮影をしていただいて、 あとね、ログインパスワード、えー、決めていただいて終了ですね。その後、こちらが、えー、サンキューメールの受信。その後、えー、講座へのログインができるようになるということで、しばらくかかるのかなお通し込みいただいたカードは、えー、別途会員書き留めでお送りいたしますということで、まあ、 ログインができるようになったらですね、また設定ねしていきたいなと思うんですけども、まあこちら多分ね、すぐはできないと思いますね。ちょっと確認しましょうかね。そうですね。やはりね、この後、講座解説が完了していただいて、えー、ログインね、していただくっていうふうになりますんで、まだね、できそうもないので、まあ今できるのはね、ここまでという感じですね。この後ね、この JRE バンクとね、リンクしなきゃいけませんので、まあここだけね、えー、忘れずにね、利用していただければなと思います。まあ銀行講座のね、解説なんでね、そんなに難しくないですけども、まあ ひとまずですね、今日、あの、この動画ね、5月の9日に出てると思うんですけども、ひとまず今日やるとね、多分申し込み殺到してると思いますので、しばらくね、メールが届くっていうのにすぐ届かないとかね、あると思いますので、この点ね、ご注意いただければなと。 思います。ということで、今回ですね、JRE バンク口講座解説ね、実演させていただいて、またね、講座解説のキャンペーンね、開始になりましたので、解説させていただきました。まあ、私はね、JRE ポイントね、今までね、貯めてこなかったんですけども、こちらね、教えていただいたんですけども、この JRE ポイントっていうのは、先日ね、あの、小野田さんのね、動画で紹介させていただいた、あの、駅ネットのチケットレスってありますよね。あれで,ですね、成田空港から、えー、新宿まで利用する場合、1120円ぐらいなんですよね、料金が。 あの、チケットレス35%オフで購入するとね。で、あれがですね、JRE ポイントで利用すると、720ポイントでね、あの、利用することができるということで、さらにね、ポイント、あの、もともとね、チケットレスで安いんですけども、さらにね、JRE ポイントでね、利用していただくと、さらにお得に利用することができることをね、教えていただいたので、今回のね、このキャンペーンでもらったポイントはね、こちらでね、利用していきたいな、なんていうふうに思いますので、今回ね、JRE ポイントで、まあ、いろんな使い方ございますけども、え、興味のある方はですね、 ぜひね、講座解説してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画気にくった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリスナー、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、こちらからね、無料でできますんでね、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。